ドライアーン2号は、インド宇宙研究機関による月探査ミッションである。当初は、インドのオービターとロシアのランダー、ローバーによる共同計画であったが、後に、インド単独の計画となった。2019年7月に打ち上げられ、8月につき、周回軌道へ投入された。車輪のついたローバーは、 月表面を移動し、土や岩のサンプルを採取してその場で科学的な分析を行い、そのデータはオービタから地球に送信される予定であった。チャインドラヤーン1号のミッションを成功させたミルスワミー、アナドライの率いるチームが引き続き運営を担当している。インド政府はマンモハン新首相のもとで2008年9月18日にミッションを承認した。 2007年11月12日、ロシア連邦宇宙局とインド宇宙研究機関の代表者が、チャンドラヤーン2号のプロジェクトに対して、両機関が協力するという協定に調印した。インド宇宙研究機関は、オービタを担当し、ロシア連邦宇宙局は、ランダー、ローバーを担当することとなった。宇宙船の設計は、 両国の科学者の合同チームにより2009年8月に完成した。チャンドラヤーン2号はインドの GSLV 打ち上げ機によって2013年中に打ち上げられる予定であった。ロシア側のこの探査計画はルナグローブ2と呼ばれていた。2013年8月にロシアの探査機を外してインドの探査機のみの単独ミッションで打ち上げることに、 変更したことが明らかにされた。この大きな変更は、ロシアのフォボスグルントミッションの失敗を受けて、信頼性向上の対策を行った結果、重量が超過したために、インド単独の計画にするよう見直しされた。またこれに伴って、2013年に予定されていた、打ち上げ時期は2016年か2017年へと変更された。 しかし打ち上げはさらに遅延し、最終的に2019年7月22日に、新型のロケットである GSLV-3 ロケットにて打ち上げられた。すべてうまくいけば、着陸機が9月上旬には、月面の南極域に降り立つ予定であった。月への軌道を順調に飛行した後、9月2日に着陸機、ビクラムを切り離し、月面に向けて、 高度を徐々に下げていたが、現地時間9月7日午前2時頃、月面の上空2.1キロ付近まで降下した、ところで更新が途絶えた。正式に着陸が失敗したとは認めてないものの、ナレンドラモディ首相は、科学に失敗はないと述べて事実上失敗したことを認め、インド宇宙研究機関は、90から95%の目標は達成した、として、 通信の失敗原因に触れなかった。インド宇宙研究機関の匿名筋の情報として、分解はしておらず一回のままと報じられていたが、アメリカ合衆国の NASA は、南極から約600キロ離れた高地に衝突して、約20カ所に破片が散乱しているビクラムの衛星写真を公開した。結局、イスラは2020年1月1日、当初の予定にはなかった。 チャンドラヤーン3号の計画を正式に発表し、月面着陸はそちらで目指すことになった。なお、現地のメディアによれば、チャンドラヤーン3号は2020年11月までに打ち上げられる予定と言われていたが、その後の報道では2021年となっている。ロシアは、ランダーとローバーを設計し、製造した。宇宙船が、ガツ軌道に入ると、ローバーを抱えたランダーが、 オービタから放出され、月面に着陸して、ローバーがランダーの中から外へ転がり出る。インド宇宙研究機関は、オービタに核エネルギーで電力を供給する、実現可能性について、研究を行う。アメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関も、オービタに積む計測機器を提供する形で、ミッションに参加する。すでに、インド宇宙研究機関に提案を送っていると、 報じられている。ロシア製のローバーの質量は5 0ラムで、6つの車輪を備え、太陽電池で走行する。どちらかの局の付近に着陸し、1年間運用される。最高速度時速360メートルで、走行距離は1 5 0トルに及ぶ。ローバーに関しては、2013年8月の見直し前からインドが開発したローバー、 ブラグヤーンに置き換える方針で開発が進められていた。ありがとうございます。